みなさんこんにちは、しょりみチャンネルのしほです。はい、ということで今回ですね、今回は今村とね、アベイルで買った洋服を紹介していきたいと思います。まああの4連休中ぐらいに買ったやつなので、はい、もうだいぶ日にちが経っちゃってる経っちゃってるんですけど、はい、はい、紹介していきたいと思います。まずですね、アベイルからいきましょうか。こちらですね。でまず1着目がこちらのね、チェックのワンピースなのかな。これワンピースなの？シャツ？シャツのなんかワンちょっと長めのね、長めなんだよ、多分、うん、ワンピースにもできるし、うん、みたいな、うん、安かったんだよね、これね。そう、めちゃめちゃ安くて、セールのとこに売ってて、何とかで900円。そう、安くない？学校にいいなと思って。うん、しほちゃんこれの赤バージョンがめっちゃお気に入りでね。え、でも形違うんですよ。あ、確かに確かに形違うから、うん、あの形が好きなのね。あ、そうなんだ。形違うからまだ着てみないとどうかわかんないけど、うん、可愛いなって。でも可愛いと思う、なんか秋っぽい、うん、柄が可愛いなと思って。うん、秋っぽくていいと思います。そうよね、うん、分かりました。次はね、こちらの黒いね、コンバースのトレーナー、トレーナーでございます、うん。で、こちらはリミちゃんのですね。リミちゃんね、なんか丈が長いのと、そう、ほんとダボダボしたのが大好きだから、大人用なんだよね、最近ね。最近ずっと服に着てて、はい、こちら買ってきました。はい、あとコンバース好きなんですよね。うん、であと黒でワンポイント、最高ですね、リミちゃんにとっては。はい、続いて私なんですけど、はい、私コンバース、私はコンバースが買ったんですけど、はい、可愛くない？ここにね、きそうコンバースってね、うん、あのワンポイント入ってて、こんな感じで、うん、ちょっとあの丈が、丈というか、うん、丈が長めなんですけど、ほら見てください、これ可愛くない？もうめちゃめちゃ可愛いって言ってめっちゃ可愛くて買っちゃいました。本当こういうの好きなんですよね、こういう色が、うん、着たいと思います。やばい、ほんとこれ気に入っちゃってやばいです。はい、ということでね、アベイルで買ったものは以上となります。はーい、はい、ということで続いてですね、島村で買ったお洋服を紹介していきたいと思います。パパがね、買ったのもあるんだけど、それは抜いちゃったので、ちょっとね、袋が小さくなった。はい、まず1つ目があのめっちゃセールのところで売ってたやつじゃない？ですね、めっちゃセールだったんだよね。そう、めっちゃ可愛くない？可愛い。このセールのところに売ってて、お値段なんとお値段がですね、700円です。安くない？可愛い、今流行りのね、流行ってるよね、こういう着感があるやつ、はい、うん、買いました。秋っぽい色だね。秋だね、うん、もう秋通り越して冬だと思ってるもん。本当？まださすがに冬までいかなくない？いや、冬そうなの。続いてはですね、こちらです。こちらもあの これと同じ、うんうんうん、セールそう品のところで買って、こちらなんて500円です。安くない？安い。で、ロングの、ね、この黒いスカート、これとこれ合わせ、スカートじゃないの、それなんだっけ、ロングパンツみたいな、多分スカート、あ、ずっとスカートだと思ってた、スカートだと思って買いました大丈夫？でもそれでもいいでしょ。うんうん、すごい、ロングパンツになってました。ロングパンツあんま持ってないから、スカートだと思ってた、ずっと。嘘、ショック？ショックじゃない。大丈夫？全然平気、うん、逆に持ってない。確かに持ってないよね。これにも合うかなって感じですね、こちらのシャツにも。はい、安いよね、500円だよ。めっちゃ安い。めっちゃ安い。めっちゃ安いですね。はい、まだあと、なんと、もっと安いのがありましたよね。あれあったっけ？もうだいぶ前に買ったから忘れちゃった？忘れちゃった。短パン、300円。あはい、こちらです。
もう短パンだね。短パンっていうか、まあ部屋着。はい。まあ夏の、夏が多いのかと思うけど、まあ別に今の時期でも全然家の中ならね。はい、そうですね。これ300円です。安っ。安っ。リミちゃんが入ってもらおうと思って。で、しほちゃんは、こっちですね。こっち、この色ですね。ちょっと形も違うかもしれない。こちらも300円。そう、300円です。しほちゃんはこっち、これを選びました。はい。でね、あとですね。うん。こちらの、こちらのね、パーカーなんですけど。かわいいよね。かわいいよね。私がこれ白なんですけど。プレイボーイかな、なんか。はい。で、リミちゃんがね、もう着ちゃってて。そう、着ちゃってて、もう洗濯一回しちゃってるんですけど。洗濯一回しちゃってるんですけど、リミちゃんがこちらの。黒。黒い。今違う。今日プレイボーイ。うん、今日プレイボーイだ。よくわかったね。リミがこれで、私が。うん、こちらです。そう。でね、上にラインがついてる。そう、ラインもついててね、可愛いので、フードにもね、ついてるんだよ。ついてないよ。うっそー。あれ、黒についてなかった？ついてないよ。あれ、黒ついてない。ということでこれね、お揃いで買ったのでね、今後着たいと思います。はい、もうリミちゃん着ちゃってるけど ね、まあ、ね、めっちゃ気に入ってますリミちゃん。まあね、なんかやっぱり学校用っていうか、最近こういう感じの服が多いですね。なんかこう、ね、あまり女の子女の子してない感じの。ですね、学校邪魔じゃん。まあね、めちゃくちゃ長いさ、ロングスカートみたいなヒラヒラしてるやつとかさ。うん、でも履いてる子もいるけどね。なんかレースのふわっとしているけどさ、ね、邪魔じゃない。しーちゃんはもう学校行ったら走り回るキャラだからね、動きやすさ重視。今日の格好もめっちゃラインパンツに、なんかもうどこのスポーツ用品なのよ。洋服上着だ。これ島村です。そう、島村の。それ可愛いよね。可愛いよね、これめちゃめちゃ動きやすいんですよ。うん、めっちゃなんかスポーティーな格好だよね、今日も。最近系統が変わった気がする。学校はなんか動き、うん、安さ重視よね。うん、うん、まあ休みの日はもう可愛さ重視ですけど、うん、学校はなんかもう動きやすか、まあね、動きやすさ重視みたいな。確かに、確かに、うん、まだあってリミちゃんの、これも着ちゃってるんですけど、そうですよ、着ちゃったっていうかリミちゃんもね、はい、こちらの白いね、T シャツです、はい。裏にね、こんな感じでね。今流行ってるじゃないですか、裏ロゴ。うんうん、こういう形の流行ってるよね。でね、裏にもさ、バーコードついてたじゃん。学校のお友達ね、うん、あ、リミちゃんバーコードついてるよ、リミちゃんピいくらだってね、遊ばれたそうです。面白い。かわいい、かわいい、3年生かわいい、3年生かわいい。はい、そういうエピソードが聞けてよかったねって言っておきました。はい、ということでね、こちらもリミちゃんのなんですけど、こちらの学校用のなんか長袖です。はい、七分袖みたいな。そうだね、今の時期がちょうどいいかな、うん、なんか私にしては七分袖なんだけど、リミにしては長袖なのかな。リミにしては多分長袖めちゃめちゃ短いみたいな感じで。でもこれ150なんだよ ね。これは子供用で、さっきの白いのも子供用です。はい、はい、こちら学校に着ていくそうです、はい、そうっていうか、うちらが買ってきたんで。あ、そう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 、まあ、この時はね、もうリミちゃん自分じゃ選べないので、リミちゃんに好きそうな服をいつもママとしほちゃんで選んでます。はい、でも結構喜んでくれるよね。ラストですね。はい、ラストはね、はい、服じゃないです。服じゃない、なんでしょう。服じゃない。なんでしょうか。もう言っちゃったね。じゃーん、かわいくない。ヒロアカのポーチで、うん、デクとトロキくんとお茶子買いました。で、なんでかっちゃんないのって思うじゃないですか、うん、売り切れててなかったんですよ。多分かっちゃん人気なんだろうね。かっちゃん一番人気、うん、だよね。今日のね、ツイッターのね、トレンドにね、うん、ヒロアカとか、かっちゃんとか、うん、かっちゃんの名前なんて言うんだっけ、バクゴーカツキ、バクゴー、バクゴー、バクゴーカツキっていう、カツキ、バクゴーカツキってね、出てたの。どうの？トレンドに。なんか、本誌の方でなんかあったみたいよ、かっちゃんに。わかんないけど。えぇー、
わかんないよ。でもなんかみんながそういうことを言ってた。かっちゃんみたいな。あんまり言っちゃうと元割れになっちゃうから。でも私なんとなく疲労感の割りなんかなんとなく想像できるけど。うん。だからかっちゃんってすごいんだなと思いました。かっちゃんかわいい。かわいいんだ。でもやっぱ人気なんだね。だってかっちゃんだけなかったもんね。かっちゃんだけなかった。はい。でもかわいいね、それね。かわいくない？めちゃめちゃかわいいなと思って。なんか生地的にもさ、なんかいい感じの。ビニールじゃないもんね。ちゃんと布で。そう、ちゃんと布なんです。ほんとかわいくて。裏がなんかティッシュが入れられる感じなのかな？はい。ポーチにこうティッシュも入るようになってて。ね。はいはいはい。ね、これ1個590円かな。安いよね。かわいい、めっちゃかわいい。ヒロアカのグッズにしては安いですよね。これ多分、あまりわかんないところに置いてあったから。そう、レジの横なんですけど、パパが見つけてくれてて。そう、何これ、しーちゃんこれいいんじゃないとか言って。え、とどろきくんがさ、とどろきくんじゃんこんなところにとどろきくんって言って見てたら、お茶子と、デクがあって。デクもあったんだよね。これ絶対みんなわかんないよね。はい、これレジ横にありました。レジ横かわいい。めっちゃかわいいよね、これ。うん、ほんとかわいい。かわいい。あの、ファンの人っていうか、好きな人にはたまらないグッズじゃないでしょうか。安いしね、590円だもんね。安いよね、うん、1個ね。安い。島村さんは安いです、ほんと。ほんとかわいい。はい。まあね、あの、洋服自体はほとんどね、あの、もう学校用なので、はい、そのうち、あの、撮影時に多分着画が出てくるかと思うんで、今回は改めてね、はい、あの、着ては見ないんですけど、はい、はい、今後ね、また着てみると思うので、はい、はい、また着てるところが見れると思うので、はい、楽しみに。楽しみに。ということでね、今回はね、アベイルと島村で買った購入品紹介をしてみました。で、一番私が好きだったの、好き、コミ。うん。一番今回買ってよかったなって思うね、やっぱこれこちらですよね。そうだよね、こちらの、ね、洋服じゃないってところがもうこれがもうメインみたいになっちゃってますからね、今ね。はい、はい、ということで皆さんもぜひね、だからもう洋服はついでなんですよ、皆さん紹介はこれを紹介したかったんですよ。だからあえて着ないんですよ。やめてそんなことや。それでは、バイバーイ。バイバーイ。